はようございます。今日は遊ぶ場からスタートします。バンテック社のジル520イリスというキャンピングカーの持ち主から相談を受けたということで、中を見させてもらいながらいろいろ話していきたいなと思っています。このキャンピングカーなんですけど、これのちょっとエアコンを使うことによってバッテリーがね、消費が早いじゃないかなみたいな、そんな話の相談を受けたみたいなんで、中を見ながらやってみたいと思います。今日一緒に見てくださる方がこう来てるんで、ちょっとまずお呼びします。どうぞ。遊ぶ工務店の成田です。お願いします。お願いします。はい、お願いします。ガレージナッツの東と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、せよ。キャンピングトレーラーショップ安田の、安田です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう早速見ていきましょうか。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今みんなで入ってこようとしてますけど、まずちょっとだけで、はい、ね、このジル520イリスの特徴を、はい、よかったら教えてもらえないですか。はい、そうですね、まあ、ついてる装備だとか、まあ、やっぱり役に立つアイテムだったり、こういう電子レンジね、電子レンジだと、うんうん、結構今キャンピングカーはもう標準で最初からもうついちゃってるのが、うん、まあまあまあ、はいはい、多いんですけど、はい、あとは夏場暑い時このファンですね、マックスファンって言われるやつ、これも結構ほとんどの車両ついてるんですけど、これマックスファンってのがいいファンなんですか。結構キャンピングカー業界で言えば有名どころのファンですね。中にこもってる空気を外に出すこともできるし、外の空気を取り入れることもできるっていう、その回転を変える、逆回転もできるんですね。はい、あ、本当だ本当だ、インアウトって書いてある。そうです、そういうような機能がついてて、すごい、あんまり暑くなったらあるんですけど、うん、ちょうどいいぐらいの気温だったらかなり役に立ちます。はい、なんかこう、うん、あれがさっきからねずっと気になってるんですけど、あれイリスって書いてるじゃないですか。はい、これイリスモデルだからついてるモニターなんですか。この車両からこのモニターとバッテリーシステムとセットでついているって聞いたことはあります。それちょっと教えてください。なんか知ってる情報で。あ、知ってる、はい、情報でいくと、接客みたいな人もこういう証言が出るんですよね。おう、今例えばこの照明つけてるじゃないですか、はいはいはい、この照明、例えば今 75W っていう、消費電力ですよとかっていうデータが一気にこのモニターとしてパッと出るような機能がついていたり、今バッテリーがこれ 97% なんだ。そう、そういうことです、はい、97% 残ってて、この消費電力でいけばあと1日と21時間使えますよみたいなのがざっくり出る、まあ、ざっくりなんですけど、でこの入力っていうのもあったり、この車両ってソーラーパネルとかついてるんですけど、はい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 、まあ、曇りではあるんですけど、ほんの少しは23ワットは発電してるんだと思うんですけど、あ、そういうことなんだ、へえ、っていうような表示が全部このモニターで全部見れるように素晴らしいなってるはずです。はい、これってあの車のバッテリーとは関係ないバッテリーってことなんですね。車のバッテリーと切り離されてて、はい、この下にあるメインのサブバッテリーと言われる、はい、このモニターとこれの、はいはいはい、あの連動してるシステムがあるんですけど、はい、それを表示してるはずです。ちなみにそのサブバッテリーってのは走って充電もできるんですか。そうですね、エンジンかけてる時に走行充電って言われるやつ、それもできるんだ、あの入ってるのでずっと充電してくれるし、なるほど、エンジン切ってる時はあのソーラーパネルもいけるし、ソーラーパネルからも充電してくれるしっていう、外付けのコンセントで充電もできるし、そうです、あの外部電源をさせばそこからも充電してくれるしっていう、まあ、なんかちょっとこう座ってお見合いみたいになってるけど、まあこれで行きましょうかね。はいはいはい、そうですね。で、そのお客様が言ってるその問題みたいなのってのは、はい、何にちょっと具体的に、そのエアコンだってことは聞いてはいるんですけど、はい、はい、一応お客様が言われてるのは、夏の暑い日にキャンプに出た時に、電源を取れないキャンプ場に行った時に、夜寝てるとエアコンの音がずっと大きな室外機の音がしてて、うんうんうん、3時間ぐらいでもうバッテリーがなくなって、まあ、エアコンがもう切れちゃう。でも灼熱の中寝なきゃいけない。そういうことですね。
快適なはずだったのにっていうところを。で、そのバッテリーがなくなってしまう原因が、そのお客様が言ってるのはこの位置に関係してるんじゃないかっていう話ってことですよね。そうですね、お客様から相談を受けて、はあはあ、でちょっとおかしいかもしれないから見てほしいっていう話で、まあ、確かにその室外機がずっと回ってるのは確認取れて、うんうんうん、で消費電力っていうのをモニターで見れるんで、モニター、ね、後ろのですね、はい、でここのモニターで何ワット今使ってますよっていうのが見える状態で見てると、だいたい700ワット近くこうエアコンをつけたら動いてるのが見えて、はい、まあ、そのお客さんもそれを見た時に700ワットぐらいで、それがずっと700ワットで動いてたから、ちょっとそれが異常なんじゃないかな。なるほど。そんなに700ワットずっとっていうか、多少冷えてきたらちょっとね、うん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 、エアコンを緩めるとか、うんうん、まあ、そういうのが一般的にはあるんじゃないのかっていう、まあ、ちょっと成田さんにね、その建築の感じの知識を教えてほしいんですけど、専門家の話を要約してみた。エアコンのそもそもの構造を教えてほしいです。エアコンのそもそもの構造を簡単に言うと、室内機にアルミのフィンという熱交換器がついています。裏側についているファンで吸気口から空気を取り入れ、フィンに風が当たると熱だけを取って冷たい空気になったものを出して部屋を冷やします。その際に出た熱は冷媒管を通って室外機を経由させて外に押し出します。エアコンにカバーをする方はいらっしゃるんですか？カバーする方は住宅でもいらっしゃいます。ルーバー状にした目隠しなどというものもありますね。エアコンの吸気スペースが狭いと良くないですか？空気の入る入り口が狭いと、吸気不足により十分な熱交換ができず、エアコンの性能が発揮できない可能性はあります。さっきの話でいくと、その室外機がずっと回っているのはなぜでしょうか？電力をたくさん使っているということだと思われます。じゃあなんでなんでしょうね。一応お客さんに相談を受けた時に、はいはい、そのモニターをこう見ながら、ちょっと状況だけこう確認するっていうつもりでちょっと見てた時に、はいはいはい、何が起きてるかっていう。そうですね。で、まあ、それこそこの上のカバーの蓋をちょっと開けて、この木のやつ、そうですね、はいはいはい、この木のやつをちょっと開けてみたんです、ね、はい、その時は安田さんと2人でちょっと共同になって見させてもらって、で開けたら少しだけそのモニターの電力がちょっと下がって、そうですね、若干消費電力下がってきて、若干落ち着いてきた感じは出てきたんですよ。なんかこうやっぱりなんかこれ自体が温まっちゃってるとか、まあ、この中のセンサーが少し温度感知しちゃってるとか、なんかそんなようなことなのかなとかって言いながら、じゃちょっとそのエアコンの中のそのカバー自体を開けたらどう、本体の、ね、本体のカバーでね、開けてみたら、はい、そうですね、ぐわっと下がってって、あ、下がったんですね。下がったんですよ。その本来の状態っていうか、うん、そうですね、うん、あ、そう、あ、本来の、へえ。でファンの音もね、静かになって、室外機の音がやっぱ結構するんで、そうですね、あれがすごい弱い運転に戻っていって、で消費電力も下がってきてみたいな。で300ですよね。それは、うん、あれだな、これがあってだったら分かるけど、これもこのエアコン本体のカバーを開けて使うことなんてないですね。いやだから本来はやっぱそんな使い方しないから、はい、やっぱりこれは開けてその動かしっぱなしでいいのかっていうところも出てくるし、まあ本来こんな使い方じゃないからねっていう。まあちょっとそれは本当はね、検証して見てみたいですけど、まあこの格好を見て分かる通り、ほぼ冬なんだね。うん、昨日もここマイナス3度だったからね。実験ができない。うん、でもちょっと考えてみましょう、うん、これ成田さん的にですけど、はい、これ、まあ、これ開けるのはなんとなく俺でも分かるんですよ。開けたらちょっとなんかこう吸い込みが良くなるのかなっていうのは分かるんですけど、はいはい、エアコン本体の蓋をこう開けたら吸い込みが良くなるって、そういうこともあるんですか？空気の入り口が大きくなるので、ああ、その上からだけじゃなくて正面からの、はい、うん、ここはまあ要はファンがついて吸い込んでるから、はい、上からも横からもこう 吸えば、うん、そうですね、ってことですね、はい、うん、吸い込む量が多くなるので、暖かい空気が入る量が多くなるので、はい、その分交換が早くなる、うんうん、その分冷たい空気が循環する分が早くなるので、うん、一般的にはそうは使わないので、まあ、そうですよね、はい、これね、僕ちょっと思ったのが、まあもちろんかっこいいじゃないですか、エアコンって見た目かっこ悪いからこうやって収めた方が絶対かっこいいじゃないですか。それはそうなんですけど、この こういう何でしょう、箱の中にこうエアコンがこうスポーンと入ってるじゃないですか。こうなることによって、その今言ってたこう蓋開けたことによって吸い込む量が増えた、
でも箱の中に入ってるから、その中要は閉じてしまってると、こう何でしょう、箱の中でこう熱がこもっちゃうっていうか、はい、そうなるからマックスパワーでこうエアコンが動いちゃってみたいな、そんなことってありえるんですか。まあ、可能性はないとは言えないですよね。ああ、なるほどね。どう考えても効率はやっぱり悪いですよね。箱の中に入ってる、中に入ってるっていうだけで、うん、まあね、実際家のエアコンとかもこう壁にこうついてこうドーンと外に出てますよね。はい、でもそれに住宅でもカバーする人がいるんですね。カバーする人はいます。はい、それってなんか専用のカバーがあるんですか。そうですね。あ、はい、あるんだ。もう設計されてます、ね。あ、そのエアコンメーカーで。はい、ああ、蓋閉まってたら上からしか吸わないんです。そうですね。うん、でも北海道の暑いって言ったってね、本州の方行ったらもう40度近くまで上がる。そうなんですよね。で、これってあれですよね、その日本全国的に売られてる車なんですよね。そうですね。世界でも売られてる、ね、日本だけ、日本国内がほとんどですね。はい、同じような悩み抱えてる人いるのかな。北海道でこれですからね。そうっすね。本州の暑さみんな どうしてるじゃないと思います。みんな逆にどうしてるか、そういうのが分かれば、ね、そのお客様にアドバイスもできるかもしれないですよね。あともう一つ、室外機が、はい、はい、ちょっと室外機のお話、はい、ちょっと続きしてもらっていいですか。はい、基本的には室外機、まあ、今見ると、まあ、私も初めて見ましたけど、結構一般的には車両の後ろに室外機がついてたりとか、うん、今、まあ、箱の中に入っているので、もしかすると熱がここでこもってる、うんうんうん、放出がちょっと足りないのかもしれない。まあ結局のところ、まあ、検証が実験みたいなのができないんで、まあ仮説でしかないけど、なんかちょっとこうずらすだけでちょっと変わったりだとか、まあ、住宅とかでも結構壁に近かったりするところに大体置いてますもんね。室外機とかだったら大体ね。でもこうなってた方がかっこいいっすね。いや、まあ、これはすごいすごい、ね、こんなしまい方するんだ。トレーラーの時とかって、はい、なんかあの引っ張るところのあそこにこうボーンって置いてるやつとかありますよね。はい、そうですね、アメリカのトレーラーとかだったらよくもう本当そういうような感じです。ヨーロッパとかのやつは、はい、結構一番前のガスケースってあのガス LP ガス積んでたんですけど、はいはいはい、外にはあんまり露出しないけど、アメ車なんかは結構、なんか僕ね、アメ車が大好きで、ね、そういうイメージでした。はい、あそこのあのところにこうドーンって置いてあるんで、ドーンって置いてもういかにもこう見えますよって感じの方はいます。まあ本当に、まあ、何度も言うけど検証がね、もうね、本当に今も寒いぐらいだから検証ができないけど、まあでもこういうところなのかなぐらいしか、まあ今の段階ではちょっとあれですよね。まあ住宅用のルームエアコンなんで、はいはいはい、車に適しているものではないとは思う。まあ場所を変えて、さっきのキャンピングカーのエアコンの話もちょっとこう、もうちょっとできたらなと思うんですけど、まあ、あの 室内機 の, あの箱に入ってるからちょっとこもっちゃってるかもしれない。じゃあね、さっき僕が言ったように数センチずらしたらちょっと変わるかもみたいな、そういう実験はできないじゃないですか。あとなんかこうこんなことしてみたらどうなんだろうとか、なんかそんなのってあったりするんですか。なんかちょっと思ったのはサキュレーターみたいなもので、そのエアコン の, その室内機、その本体自体の周りにこう補助してあげる、補助してあげるとか、うんうんうん、まあ、そんなのもいいのかなってちょっと思ってたりもしたんです。うんうん、ただまあそれで電源取っちゃうとまた電気使うし、そうかじゃあ充電式をじゃあ持っていくのかとか、まあいろいろね、プランその状況によって変わってくると思うんで、うんうんうん、まあそっか、それは少し効率は良くなるんですか。まあ、循環するから良くなるってことですか。そうですよね。うん、風を回して、ね、この辺は多分流動してないので、そこを動かしてあげて全体を効率よくっていうのはいい。うん、まあ、でもそういう方法もあったりとか、あとは本当に数センチ動かしてみたりだとか、うん、来年の夏にでも、うん、またこうやって集まれるだったら実験、ね、してみて、まあ、同じ悩みを抱えてるお客様はいるんでしょうから。いや、相当いるんじゃないですか。そうですね、せっかく買ったキャンピングカーでこう、ね、快適に過ごせるはずが、うん、テントあるのとあんまり変わりませんでしたみたいな感じもちょっと切ない、ね。まあまあそうですよね。マジでキャンプに来てエアコンがあるって最高ですからね。最高ですよね。もう汗びっしゃびしゃでキャンプしてますからね、みんな。 そ,、ね、まあ、それもそれでまたいいんですけど。そうですね、そうですね。でも、
ね、こうエアコンで快適に過ごすっていうのもまあ、はい、いいです。子供さん小さかったんで、最近のもう ね、はい、ね、灼熱地獄でキャンプ外で寝させるって結構リスク高いですよね。そうですね。はい、そうですね。キャンピングカー本当にあの子供小さいとすごい喜ぶんで、うんうん、すごいやっぱりそういう意味でも。そうですね、いいなっていう、うん、あの小さい二段ベッドがいいんですよ。組み付きしっぽい感じが、ね、あれがいいんですよ。あれいいですね、うん、あれはもう小さい子供たちにはもう大人気ですから、うん、そうですよね、うん、そうなんですよ。いや確かにね、本当にそれすごくいいと思います、うん、まあ本当にじゃあ来年の夏でもこう集まれたらちょっとその実験し、うん、ちょっと ね、してみたいですね。ちょっと遊ばしてもらう。ここでやります。またいや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 じゃあここでやってついでに泊まって帰る、泊まって帰る、そういう感じのイベントにしましょう。それ引いてこればいいので、そうですね。っていう感じで行きましょう。え、僕らの泊まるとこはこれ？持ってきてね。これ何人も8人ぐらい寝れますもんね、これら。あ、そうなの。そんな寝れるんだ。寝れますね。はい、あ、僕のうちのキャンプ場、キャンピングカーもできるかもしれないですね。そうですね。それまで、ね、はい、私が作れば。作ってください。作ってください。ということでじゃあまあ来年ね、こうそういうちょっと楽しみもできたんで、はい、はい、検証も兼ねてちょっとやってみれたらなと思います。いや本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。来年楽しみにしてます。そうですね、よろしくお願いします。急に連絡取れないとかなんないでしょ。頑張ります。大丈夫大丈夫、はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。